口コミすぎてるみたいなことを指摘されるってことですか。うん、左のミスがちょっと出やすいかなって感じですか、今。わかりました。うん、こんな感じで結構左いっちゃう感じで、うん、これは悪くないです。右側もう一回いきましょう。打ち込んでる度合いを示すこのアタックアングルっていう、1球目が7度マイナスマイナス8、まあ、今がマイナス4という感じで、確かに少し強めではありますね。まあ、ただアプローチウェッジで打ち込めてるっていうのは決して悪いことではなく、どっちかっていうといいことなんで、そのフェイスアングルですよね。やっぱりこのフェイスがちょっと左向いちゃうっていう、打ち込むっていう要素は別にそんなに減らさなくていいんですけど、トップまで上げてみましょうか。やっぱりちょっと原因となってくる部分はここのトップの深さで、今実際はここまでちょっとこういってしまうような、いわゆるオーバースイング、そうするとあのリリースがやっぱ早くなっちゃいます。クラブのこの戻る動作が強くなって帰ってくるのがやっぱり早くなっちゃってるんで、トップを浅くできるかっていうのがこの左のミスをまず減らすって大きなポイントですね。今はオーバースイングの方ってグッてクラブが結構勢いよくこの体に近づいて、その反動で打つっていうのが身についちゃってるんで、トップの形で止まってこのお腹を左にスイッチさせる動き、手を下げてくる動き、こっからスイングするっていうのをこう練習していきたいんですよ、まずは。で、必ずトップの位置の確認は時計の針、自分が中心で上が12時だとすると11時のポジション、こっから時計の針4時、ここですね、ヘッドの移動はそんなイメージ、11時のポジションから4時に向かってバンってぶつけてくるようなイメージ、これがこう一番理想的なダウンブローでボールを押し込めるイメージ。50ヤードとか30ヤードでいいんで、止めるってね気持ち悪いんですけど、まあ、練習としてはこういうのを結構ね多く使ってそうで、ここからいきなり打つの気持ち悪かったら1回動いてもう1回戻して2回目で打つみたいな感じでいいです。そう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 、そう1回止まって、そうです。で、下ろしに行くのをやっぱ手のきっかけではなくて、左にしっかりこの体重もスイッチで、左にこう流れていくのはダメですけどね、右向いてた体がお腹下半身から左に向いていく、こう目線とか頭はやっぱり動かないように、一回止まって、そう OK 引っ張ってくる。そう、最初ちょっとこうきっかけっていうのを下半身から持ってこれないと打ちづらいと思うんですよね。そう、でもこれをだんだん体重とか左に乗せる動き、ちょっと私がお手本一回やってみますね。一回止まってヘッドの位置11時なの確認して、体重がしっかり左にこっちに移る、で手が下に、でだんだんこうヘッドが下がってくるの、腕の力はこの時に抜くイメージですね。そうするとこう抜いてくると勝手にヘッドが追い越していくんで、入りっぱなしだと手がやっぱ高くなってトップしたりとか、結局この手だけで振っちゃうんで、止めて確認して左に乗る動き、左に乗る動き、こんな感じで、でその際によりあの左に行かない意識としては、左手でクラブを引っ張ってくる、さっきの4時って言った4時方向に向かってクラブを引っ張ってあげて、この面が返っていくのをこう暮らしていく。ショートアイアンで今左に行くっていう悩みなので、あの左手一本で打つ練習ドリルも結構効果的なんで、これはあの小さいこういう動きで OK です。 2,30 ヤードのアプローチ、右手はお腹でこういう左手でさっきのまあ4時方向に向かってグッとヘッドを出していくような、こういう練習も左行きづらくなる練習なんで、ちょっとこれも最後合わせてやってみましょうか。はい、でバックスイングね、まあこの辺までで OK です。 OK、 そう、いや最初ねこうなるんですよ。っていうのはやっぱり手の動きが打ち込むっておっしゃってたじゃないですか、あの癖としては。でも左手の動きは実際に今こうやってすくう動きがやっぱりもともとあって、これをクラブが無理やりこう担ぐ動きで打ち込んじゃってるだけで、腕の理想的な動きで打ち込めてるわけではないっていう、これだんだんトップしてるのが左手をこう下に下にそう引っ張ってくるような感じになるといいダウンブローで、その動きはやっぱり左行きづらくなってくるんで、やっぱりね去年のレッスンから100が切れるようになったということで、
ね、1ランクちょっと1レベル上のやっぱり動きをねさらに習得していかないといけないです。そう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 。あと体がですね、今の上半身がやっぱり止まりすぎちゃうと手が止まってフェースが返る動きになっちゃうんで、どっちかっていうとグッとこうやっぱお腹はターゲット方向に向けて、クラブが打ち終わった後もこの面を注目してあげるとですね、打ち終わった後も少しこのアングルちょっと返るとやっぱこういう風な左行きやすい動きなんで、このアングルちょっとチェックしながらで、お腹実際もうちょっと向こう向いてきてそうです、右足がめくれるくらい軽く、そうこういう形まで持っていけたらいいですね。これ左手一本の練習ちょっと難易度高い場合は、左手に右手をこうちょっとわしづかみみたいなで、これでこの打ってみるとちょっと支えができるんで、でとにかくやっぱり左手のイメージは当たるっていうか削るって感じです。削っていく、ロフトを立てて、そう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 、削っていく。左手が急ブレーキするとやっぱり面が返っちゃうんですよ。だからこう左手をもうちょっとやっぱりパンチこっち側のターゲット方向にそうそう出していく。でも棒の先まで手をグッと、まあ、お腹と一緒にこう動かさないといけない。まあもともとこうちょっとストロング気味に握ってますから、これで手が止まったら回す動きが、クラブをこう返してくる動きが強くなっちゃうから、まあ実際はまあ手をもうちょっとやっぱ外に動かしたいですし、グリップももうちょっとストロングの度合いをこうまあスタンダードというかスクエアな状態に近づけたいかなってありますね。で左手をこの出す時はこうやってちょっと小屈気味にイメージしてください。こう背屈するよりも小屈気味にいった方がこうボールを押すのと、まあ左に行きづらいです。そう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 。でもまだ縮こまってますよね、フィニッシュが。ちょっと縮こまってますよね。手を前に出したいから、やっぱり左手一本で言うとこうですよね。ヘッドリリースを遅らせるって感じ。リリースっていうのは手が止まってこう追い越す、こういう動きじゃないですか。じゃなくて腕をグッとこう、まあお腹はもうちょっと左こう向いてくるんですけど、実際はそう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 、こういう意識です、この動きを。そうそう。まあ勢いよく振るとね絶対なっちゃうんで、そこもうちょっとそう距離を抑えていいです。30の看板の手前くらいで、フィニッシュがもうここでヘッド止められるくらい、ちょっと急ブレーキして、そこはヘッドは腕は出しますけどね。そう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 、そんな感じ。今くらい手が離れてくるといいですね。これは結構徹底して最初の練習メニューに入れてあげるとだいぶ変わってきますよ。そう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 、左行かないですもんね、こうやってれば絶対。だからこれは無意識にやっぱりボールに合わせちゃってるっていう部分なんですよね、手がブレーキするのが。でも実際はやっぱり手はボールの先まで動いてないといけないっていう、やっぱそこの新しい感覚を身につけると左はいかなくなるのと、まあ、ショートアイアンはストロングになりすぎないように気をつけるっていう、この2点ですね。練習頑張りましょう。はい、ありがとうございます。お悩みはどんな感じですか？もともとダフリがひどくて、はい、でそれを嫌がって分かりました。ゴルフはどのくらいやってるんですか？3年目くらい。 OK です。じゃあちょっと打ってみましょう。うん、よいしょ。一回トップでちょっとこう間を置けるような感じがすごいいい感じですね。ちょっと今見た感じのエラーとしては、足の使い方があまりうまくできてなくて、膝股関節が極端に言うとちょっとね外にこう開いちゃってる感じなんですよ。つま先も微妙にこうハの字になってるんで、少し力としてはこうかかと寄りに乗りやすくて、切り返しで踏んでいきたいんですよね。こう地面にグッてこう圧をかけられるようなスイングをしたいんですけど、ちょっとそれができなさそうな足の形なんで、ちょっとこのアドレスの下半身をちょっと見直していきましょう。一回足閉じていただいて、でさっきやったこの一回グッとお腹をまっすぐに、溝落ちをこう高くみたいな、で足肩幅で骨盤を倒す動き、グーッと目線をまっすぐに保ったまま、でここでクラブ握りましょうか。で膝をもうちょっと緩めた時に、ここのお尻の上の部分、ここに張りが来るように足ちょっと順番に動かしていいですよ。パタパタパタって、こうでだんだんこの腰の位置を少し下げていく。そう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 、今までよりもちょっと腰の位置が 1,2 センチ下がった感覚で、そうこれくらいからスタートで、トップまで1回上げてみましょうか。でここからダウンスイングの動きゆっくりやってみましょうか。足がスイッチ左に向いて、頭は右にこうとどまったまま、そう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 、左足外側に、こっちの外側にしっかりで張りが来るイメージです。でこの時の
ポイントは僕今腕引っ張りますけど、やっぱ頭は引っ張られちゃダメ。頭はそうそうそう、これはやっぱり左足外側、左足お尻に張りがあると、僕が引っ張った時に頭を向こうに引っ張り返す力、こうグーッと、そう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 、腕だけ引っ張られていいっていう、そうこの形が一瞬できなきゃいけないんですよね。はい、一回戻します。下半身から動かしてみましょうか。そう、頭は右に残るか、そう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 、で腕が伸びてって、そう、そこからトップに起き上がっていく、グーッと、そう、こういう感覚。ゆっくりやると結構苦しいですよね。うん、もう一回素振りでやってみましょう。ちょっとこうトレーニングとしては、こういう振り子のテンポリズム、少しこう固まりすぎちゃってる方に向かっちゃうんで、固まらないように上がったら左にシフトして、このくらいのテンポ 1、2、1、2、これでちょっと連続で素振りやってみましょうか。トップダウン、そう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 、トップダウン、これを足からのきっかけでだんだんできるようです。腕の力がこうダラーンと抜けてきて、これくらいのイメージでちょっと軽くポーンと打ってみましょうか。うん、そう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 、ナイス。ダフルミスっていうのは、いいセットアップと基本的にこの下半身、体のこのねじれのリードがあるとダフりづらいです。体がやっぱり動かないっていう、回転がしなくなると早めに手が伸びてきたり、体がこう回転不足で肩が下がってきてダフルっていうミスで出やすいんで、回ってると基本ダフりは出ないっていうイメージで OK ですよ。うん、足をしっかり動かせるアドレスを作るっていうのがテーマですね。このあと練習で意識することは、この課題に関してはまず素振りをした時のこうテンポと足の使い方、さっきの素振りだと左足を注目するとあんまりこう動けてなくて、でかかとに行くのが体重が早いんですよね。しっかりバックスイングの時は左足は親指の付け根に体重がかかるから、かかとが上がっているです。左足膝は下がるんですよね。膝は下がる。でこれを右にこう我慢してた針を左に移るっていうので、こうしっかりドンって踏んだ時にねじってたお腹の向きが左下にこう向いてくるんで、そこでこうクラブが降りてくる。でこの右腰が止まってくると、頭の方、上体の方が先に左に来る動きが癖としてこうあるんで、頭だけしっかり取り残して置き去りにして、足をこう動かしてクラブだけブンって頭を追い越していくなっていう。そうするとヘッドスピード上がってきて、上にももうちょっと上がってきます。で打ち終わった後も頭が上に上がってくる、前に行くんじゃなくて真上に上がってくるような感じ。基準は、一つの基準は右足のこの付け根、こう出っ張ってる骨あるじゃないですか。これが、まあ、頭よりも、まあ、前にあったら、まあ、いいかなっていう。右腰が一番打ち終わった後にこう出る場所、ここ。そういうこう体の回転ができているといい感じ。ちょっとこのリズムとアドレス意識してやってみましょう。何ヤードくらいイメージですか？30くらい。OK です。うん。フェースコントロールはいい感じ。うん、いい入りしてますね。先ほどのフルショットの課題と少し似てる部分としては、やっぱ足元の動きを見てると、しっかりこう体重が足裏にこう伝わってグッて入ってる感じよりも、ちょっとこう不安定なやっぱり動きの中で打ってるから、少し芝生の上で立った時はよりバランスをアプローチでも崩しやすいっていう。なのでアプローチもしっかり軸を作る、感じるっていうので、まあ、30ヤードくらいであれば少し左足体重でもいいですし、練習としては左足、左の付け根にしっかり乗っけて、右足のほとんど乗ってない感覚で左足こう一本で打てますよくらいの、はい、軸を作って打つ練習とかも大事です。そうそうそう、そういう練習をやってみたいと。そう、いい入りしてますよね。なんとなくこの辺のこう立ち方っていうのはやっぱり目に見えなくて難しいんですけど、やっぱり軸がしっかりこう備わって振ってるなっていう形にまだこう完全に見えてこないので、やっぱこの足の形と体重のかけ方、軸の作り方ができると、それ以外の部分はすごくいいセンスをお持ちなので。うん、 OKOK。 なのでこれ両足で普通に最後立つと、イメージ的には腰の向きはまあスクエアかちょっとオープンスタンスよく使うんですけど、右足はちょっと引いとくと左足に体重かかるんで、自然に右足がこう前じゃなくてオープンスタンスから右足を引いてあげると左足に体重が乗るんで、
まあ、ちょっとこうクローズっぽく見えるんだけど、実はオープンスタンスの左足体重みたいな、こういう感じで、膝は別にこうなんていうんですかね、膝の位置をこう下げてるわけじゃなくて、膝の向きはオープンかスクエアくらいの、でも右足だけはちょっと後ろに置いとくと、まあ、自然に左足にこう体重が入ってクリーンに打ちやすくなる。ちょっとこういう立ち方も覚えておくといいかなと思います。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ということで、うん、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あの第一ゴルフ TV という YouTube チャンネルを、すごい、みんな見てるやつしておりまして、うん、今回6月2日から、うん、ゴルフネットワークさんでは、はい、新番組、番組名、伊達さん、はい、お願いします。サンド伊達とナイツショット、はい、はい、こういうのが始まります、うん、はい、そうなんです。ゲスト武井壮さん、ね、いやすごく楽しかった、楽しかった、すごい試合でしたね。本当に広げました。最高でした。やばかったです。激アツでした。涙あり笑いありの、うん、はい、そしてこの3人が成長していく姿も、うん、この追っかけていくということで、うん、結構な成長してますよね。いや本当に、ね、ちょっと夢ありますよね。そうですね、急成長、感動的なプレーが、うん、はい、たくさんありました、うん、多分ね、WBC より面白かったいやWBC なかなか面白かったですよ。メキシコ戦超えましたね。それはメキシコ戦めちゃくちゃ面白かったです。WBC それぐらいあったと思う。やばかったです。たかな。なので6月2日から、はい、放送されますんで、はい、ゴルフネットワーク入ってない方はぜひ加入して、そうですね、ぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。見てください。